こんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野裕二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条を一期一句読み飛ばさずに大きな画面にしてお読みください どこか一箇所でもね、承諾できないという方がいましたら、この動画の続きを見ることはできません。すべて、一ち一句承諾できる方のみ、この動画の続きを見ることができます。それでは、今日も行ってみましょう !LINE に登録してくださいね。令和元年6月20日木曜日、暗号資産、草コイン。 中野研究会今日のね千葉県松戸市はねむっちゃくちゃ暑いですね、もう真夏ですね、もう35度、36度ぐらいだったかな、昨日は暑かったですね、昨日暑いし今日暑いです、沖縄より暑いじゃないですか、石垣島より暑いと思いますね、もう本当に暑いです、それでね明日はねなんか雨が降りそうですね、だからちょっと良かったかなと思いますが。 えー、最近ね、実は毎日ですね、えー、個人コンソール依頼が殺到しておりまして、えー、非常にですね気の抜けない、えー、毎日を過ごしております。はい、まあ主にですね、松戸駅とか、昨日は池袋,行った、ね、池袋駅でね、えー、ノアコインの吸収作戦をやったんですが、皆さんね、ノアコインを購入されている方はですね、 早早めそれでまあここにも書いたんですけどノアコイン消滅直前ノアコイン消滅直前対策ということで8月31日までにね、えー、新しい取引所の BTCNEXT という取引所を口座開設してノアコインを送金すればいいんですが特にこの青いところですねレジャーナの S とマイエースアウォレットを連携させて ノアコインを保存されている方は早めに対策をしないと大変なことになりそうですと、まあ、実,際実際大変なことになりました昨日ね、えー、レジャーナノ S とマイーサウレットを連携させて、まあ、ノアコインを保存していると、まあ、これね、まあ、実際問題マイーサウレットの中に、ね、ノアコインが保存されてて、えー、レジャーナノ S と連携させて、えー、マイーサウレットのログインをレジャーナノ S で行うと まあいうようなことだと思うんだけどね。わ、まあ、かんないよ。どっちに、<laughs> まあ、ノアコインがね、保存されてるか。まあ、本当にレジャー 7S の,の中入っちゃってるのかもしれないし、まあ、ただノアコインは入らないって書いてあるので、<laughs> マイ,イーサーウォレットの中に入ってると思うんだけどね。だからレジャー 7S と連携させないと、えー、マイ,イーサーウォレットにログインした後、マイ,イーサーウォレットにね、ID とパスワードとか、暗号鍵とかでね、ログインしたとしても、 まあえー、レジャーナの S と連携させない限り、エ、え、イ、ーまあ、サーサォレットの中に保存されているノアコインが表示されないというようなあのシステムになってるんだよね、これね。だから、あたかもレジャーナの S の中にノアコインが入ってるような感覚に落ちるんだよ。落ちるんですよね。<laughs> ただ、実際問題入んないから、型が合わないから入んないですよね。だから、ただ、<coughs> どうなんですかね。基本は、 ノアコインっていうのはイ、イーサリアムでできてるから、イーサリアムが入る、レジャー 7S にイーサリアム入るからね、入っちゃうのかもしれないね。ちょっとわかんないんですけどね。で、まあそういうこともありましてね、昨日は、まあ、レジャー 7S とマイーサブォレットを連携させてノアコインを保存されている方がですね、えー、ちょっとの個人コンサル依頼がありまして、池袋駅でずっとやってたんですが、結局ね、あの、できませんでしたね。 できませんでした。できなかったんですよで。初めてですね、去年の2月の頭から個人コンサルやってるんですが、えー、仮想通貨とね FX の個人コンサルティングやってますけど、えー、できなかったのはね、あの大分県の方でね、個人コンサル依頼された方がいらっしゃいまして、その時にね、あのやっぱり 時間も足んなかったんですけどね、コンサルティング時間も足んなかったんですが、えー、うまくいかなかったんですよね。それは、ICO で購入した、えー、コインを、まあ、ドロップ、エアドロップっていうかね、まあ、ダウンロードするという依頼があったんだけど、その、えー、ICO のね、あの、ICO サーバーにログインするためのパスワードを忘れちゃったんですよね、その人ね。 それ、それは俺にも分かんないわって感じでね。まあ、れちゃう何度、まあ、ノートに書いてあったんですけど、何度インプットしてもログインできないと。まあ、それで時間切れで終わったと。それだけだったんですよね。今までできなかったのは僕がね。まあ、それ以外は、あの、どんな難しい仮想通貨系の対応、FX のことでもね、全部できる、できたんですよ。なぜかと言ったら僕は、 あの、元ね、三菱電機の、次期集、次世代製品のですね、あの、ビル管理システムとかね、あの、ビルセキュリティ、大規模ビルセキュリティシステムの、あの、ソフトウェアエンジニアですからね、プログラマーでもあったし、システムエンジニアでもあったしね、あったので、あのお茶の、あの、お茶の子さんさいいうか、朝飯前しめなんですよね。で、まあ、アセンブラー言語とかね、まあ、まあ、マイコン制御でやってましたから、 os なしのねあのねあ windows とか unix OS なんかなしで、えー、マイコンを電子基板にマイコンを設計して作るでしょでそこに自分でユニックス OS で作ったプログラムを、まあ、先輩がコンパイラー作っててね先輩がコンパイラー 名古屋大学、大学に卒業した先輩が、コンパイラー自分で作るんだよ、コンパイラーって。コンパイラーを自分で、自分たちで制作してね、三菱電機ってすごいところですごい優秀な人いっぱいいてですね、コンパイラーなんか自分たちで作るんですよ。で、それを、えー、LSI に、えー、インストールするプログラムも、女の先輩が作ってましたけどね。そ,そして IC チップにイン,インストールして、それを えっと、自分たちで作ったね、電子基板にグサッて挿してね、16ピンぐらいやったかな、それグサッて挿して、あの、OS なしで起動させてたんですよね。で、まあ、いわゆるアセンブラー言語の下のマシン語ですよね。マシン語で動かしてた。だからこんな余裕でさ、仮想通貨なんかね、余裕だしね、FX なんかも余裕なんだけど、 まあ、あとは数学的なあの読解力もあるからね、大丈夫なんだけど、昨日はさすがにできなかったですね、これね。それでなんでできなかったかというと、あの、結局ね、それで、あのその人はどうなったかというとね、えー、今日や、また家でね、やってみたそうです。僕がやったことと同じことそしたらね、できたそうです。もう、なんの苦労もなくね。昨日は、 えーと、池袋駅の、えー、池袋に2時に集合してね、5時までやったんですよね。3時間やってできなかったんですけど、で、まあ、g l e でね、レジャーナノ S からノアコインを送金って検索していただくと、まあ、動画も出てきますが、まあ、一番いいのはこれかな。レジャーナノ S からヒット BTC に、まあ、ノアコインを送金する方法っていう。まあ <laughs> ね、ノアコイン、まあ、リップルとかも出てましたけど、まあ、これ、レジャー 7S ですよね、皆さんか買いましたか、まあ、実際買ったけど、えー、使ってないっていう人多いと思います。で、これね、使うの大変で、半年に1回ぐらいですね、このファームウェアやってって、この中に入ってるプログラムを更新しないといけないんですよ。そうしないと、この中に、まあ、この中に入れてるっていうかさ、さ連携させてるね、マイザーウォレットに連携させてる、えー、仮想通貨がなくなっちゃったりするんだよね。 それがまた大変でねはいじゃあこれねレジャー7 S からヒット BTC にノアコインを送金する方法とまあ一緒だよね今回はレジャー7 S から、えー、BTCNEXT にノアコインを送金する方法だから、えー、送金先アドレスを、まあ、ヒット BTC からあのー、b t c ネクストに変えるだけでいいのでこ,れこのままやればいい,いいと思ってたんですよねでこのあのこのブログの方 えー、すごくいいのでね、このありがとうございます。参考させていただきました。あ、すごくいいですよ、このブログ。うん、すごくよくて、すごくいいブログで、まあ、動画もね、あの作られてるんですよ、YouTube 動画ね。これ見てもいいと思いますよ。あ、すっごい細かく書いてあるんですよね。で、こう、1、2、3、4ってこういう風にやってくださいよとかね、全部書かれてまして、 非常にいいかなと。まあ、あの、やり方知ってたんですけど、こう体系的に書いてあるとまたいいよね。で、ガスが必要なんですよね、ガスが。で、普通ですね、あの、まあ、ヨービットとか、まあ、ヒット BTC でもいいしね。まあ、あの、ノアコインっていうのは、ヒット BTC とか、メルカトックス、ヨービットなどで買ってる人多いと思います。で、そのまま取引所にね、ノアコインを置きっぱなしにしてる人多いと思うんですけど。 僕はヨービットに置きっぱなしだったんだけど、まあ例えばヨービットっていうね、取引所から、今回ね、新しく作った、BTC ネクストにノアコイン送金するときに送金手数料が必要なんだけど、その手数料はノアコインの一部から自動的に差っ引かれるんですよ。ノアコインからね。だからいいんだけど、このマイーサーウォレットとかさ、レジャーなとかを使うと、 ガスっていうのが必要なんですよね。ガスっていう手数料が必要なんですよ。ガスっていうのは、あの、イーサリアムのことなんですよね。だから、イーサリアムが必要でございましてね。あのー、これいろいろ書いてありますけど、あ、多分これを見ながらね、あのー、まあ、6月、今年に、あ、今月に入ってからなんかいろいろ書いてありますけど、あの、相当ね、 あの今回のですね、ノアコインをその新しく開設された BTC ネクストっていうネットレフに送金するのをトラブっててね、未だにできてない人がいっぱいあると思います。で、どうやったらできたのかということなんですが、このガスが問題なんだけど、手数料としてはそのイーサリアムが必要で、えマイサウォレットにイーサリアムがないと送金できないんだけど、 まあそんなたくさんのイーサリアムは必要ないんでね、ちょこことだけ、まあ、あればいいということですが、まあ結局はノアコイン、まあマイサーボレットにですね、えー、イーサリアムを、まあ、少し送ると、まあ国内口座のね、例えばコインチェックとかね、ビットフライヤーとか、えー、財布とかね、ヒットピ、あのー、 送ればね、ここから送れば <coughs>、そのガスはね、充填されるんですよ。それで、その他ですね、ちょっとね、これはね、私の,私の動画なんですけど、私の YouTube 動画なんですけどね、どれかそのここか、ね、ちょっと最新版のやつを開いていただいて、で止めてね、で、これをもっと見るってやるでしょ、そして、下の方にですね、海外講座のおすすめ、 BTC ネクストのアコインを送付してくださいってこうしますよねでここをまず新規口座解説しなくちゃいけなくて登録ボタンにあるでしょそうするとこれ404っていうあのまあサーバーエラーですよねこれプログラムサーバーも毎日さこれ作ったばっかりだから毎日改良してんだろうから、まあ、エラーが出るわけですよでこれあれっとこれ偽サイトかなと思いつつ まあ、ログインの方もさ、こうエラーなんですよね。で、ここなんか出てるんで、ここ押すとねロ、ログインできたりするわけ。あ、これさっき僕ログイン状態になっちゃったんだけど、えー、例えばさ、これ、あのログイン ID とパスワードが出てくるわけですよ。入力するところがね。で、これは僕はもうさっきログインした状態なんで、これに出てこないし、まあ一応ノアコイン入ってるんですけどね、僕が送金したやつね、これ。あの、 撮影用の枚数が入ってるわけですが、これも出てこないし、なんかちょっとバグってんだよね。で、この取引所自体がさ、バグってて、あの、ちょっといつ治るかもわかんない状態になってる感じだよね、これね。だから、どうなんでしょうね。早め早めにやらないと、一日じゃできないですよ。で、昨日もね、送金できなかったんですけど、その、 レジャーなのと、ね、マイサウォレットを、えー、っとこう連携させて、ね、で何回も送金しただけでできなくてひょっとしたらこっちの BTC、ね、ネクストのサーバーの方の、えー、トラブルだったかもしれないね、うん、ノアコインウォレットの方がねじゃあわかんないですけどねそこら辺はね わからないですが、今日の状態でもこれは、あの、ちょっとまともな取引所ではない状態になってるんで、うーん、どうかなと。どうかな、怖いよね、さすがに、ここまでぶっ壊れてるとね。ここまでぶっ壊れてると、すごい怖くてですね。あの、早一日じゃ終わんないケースがありますね。で、結局、同じことを、 レ、えー、ジアナエスとマイサー、リと連携させてね、ノアコイン保,保存している方につきましては、昨日,昨日何回も何十回も、えー、池袋の喫茶店でやったんですけどね、この動画をあ、このブログを見ながら。まあ、同じことをやったらですね、まあ、できたと。これじゃないな、このブログ、このブログじゃないかったかな。あ、すいません。 あここら辺かな。<coughs> ま、レジャー 7S から、えー、あ、これじゃないな。レジャー 7S から、えー、送ると。ああいうやつですね。ちょっと、どのやつだったか忘れちゃいましたけど、えー、これはリップルですよね。これじゃなかったかな。あ、これだ 幸せな、<laughs> すいません。幸せな経済的自由人を目指すブログさんですね。これ素晴らしいです。ありがとうございます。レジャー 7S 送金方法ということで、えー、レジャー 7S とマイサブレットの連携をされてて、レジャー 7S からのアコインを送金する手順を書きましたので、どうぞということで、これね、ほら、ここを押してこうでこうでよと。 ということでね、あのでマイサウォレットにつきましては、新しくなっちゃったんでね。新しくなっちゃったんで、おい、どうすんだと。イっさ、おれ、マイサウォレットですね、画面が新しくなりましたよね、これね。久しぶりに見た人いる,んだけいると思うんですが、俺これなんだよと。 で、こっちの新しい画面で、えー、アクセスマイサウレットってやってね。で、これ、こっちでやるとね、やっぱりプログラム違うものですから、えー、レジャーナノ S にうまく接続できないんだよね。で、これハードウェアでレジャーナノ、これでレジャーナノを選択するでしょ。これで全然ダメなんですよね、やっぱり。これでさ、レジャー、これでいいのかな、ネクス 全然うまくいかないんですよ。それでどうしたらいいものかっていうことで、いろいろやってたらですね、ここに、えー、っと、クリックヒア e r e ーバックで、ヴィンテージ、ヴィンテージもののですね、えー、っと、マインサウレットがあると。まあふ、古いやつだよね。これね、あの、全くね、多分プログラムが違うんですよね。で、これ全部押していってですね、うん、これ注意書きが出てるだけなんで、これ日本語にしてもいいですよ。 うん、これ全部押していって、こうだと。で、これは見覚えあるよね、みんなね。見覚えあります。それで、プログラムも全く違うもんですから、新しいやつだとね、マイサーウォレットは繋がらないんだよね。それで、セ度イーサー、トークンですよね、アンドトークンの。これで、e、マ、え、イ、ー、レジャーなノウォレットですね。これで、えー、連携させると。で、また、ほら、レジャーナの方も、ID とパスワードでさ、パスワードで、えー、 ともうすでに解除した状態にしておかないといけないからあのそこら辺がまた本当大変タイミング取るのもすごい大変なのでレジャー7忘れちゃった人いるでしょうだからここを押してここを押してここだよねと今や,やりましたよねそしてまあ、繋がってればこれが出てくるんでねほんでこれどっか押してここを押して4番押して5番押すとで送金先アドレスはこれは、えー、これだよね <coughs> で、ログインしようとしてもさ、これ404、四0 4になっちゃうけど、こ変な、押すと出てくる。ID とパスワードと二段階認証を入れるとこ出てくるんでね。口座開設してる人はね。で、ノアコインのデポジット、デポジットして、プロ,シプロセス。で、ここの、これですね。えー、ここ、これをコピーすると。コピーして、えー、っとあ、ど、ど、どれだ ここですね、6番トゥーアドレスはここにこうペーストすると。で、アマウントは、えー、1度。え、これ、全部、こ,この青いとこ押すと全部全額入りますからね。で、ここ、今、イーサーを、イーサーをノアに変えると。そして、ガスは自動で、あのー、計算されますから、そして、これ押すと。で、ガスはイーサリアムのことなんで、イーサリアムがある程度入ってないとダメだということですね。えー、そして、ここまで終わんないよ、これ。そして、この、 以前、<laughs> レジャー7の右ボタンを押して、でこれがあのノアコインのえカスタムトークンのね,ねこれは、まあ、カスタムトークンの契約アドレス X0X58A48841、X こうが表示されてれば OK だと。えー、そして、こう下の方にね、ここを押して、して下の方に出てくるから、この12番、1 0 0トランダクションを押せば、えこれで送られると。 あこ,れこの画面が出てきて、そして13番 Yes, I am sure, make transaction と押せば送られますよってことになるんですけど、ここのね、13番、だから,だからこ,のここのね、GenerateTransaction トトの下が出てこないんですよ、なかなか。3時間やって出てこなかったんですね。で、12番のボタンが出てこなくて、だからこれ13番の画面が出てこなくて、3時間やったんですね。で、まあ何が原因だったかわかんないけれども、翌日、まあ、すなわち今日ですね。 えー、まあ、クライアントの方っていうか、まあ、ね、その人を昨日依頼、個人ンサで依頼した方が、またね、僕がやった同じ方法で、家でね、やったら、あの、何回か試したら、ようやくできましたと連絡が来ました。で、何が原因かわかんないけど、一応、VTCNEXT、えー、も、こうやって、あの、サーバー不安定ですので、あの、知らないですよ。あのー、 だからこれからさ、そのうちやればいいやと思ってる人が多いからね、じゃあつってやろうかなと思ったときには、もうすごくこう、えー、なんていうかな、サーバーダウンしてたりさ、トランザクション、まあ、すごくねみんながやりだすからね、えー、こうだサーバーダウンしちゃって1週間半、1週間半月ぐらいね遅れなかったりして。 やっぱり遅れなくて、の枠にれなくなっちゃったっていうのもあると思いますから、えー、まあ、6月って言ったら6月終わりだからね、もうね。で、7月、8月、2ヶ月しかないじゃないですか、8月31日って言ったら。で、8月って言ったらさ、みんな、あの、夏休みだからどっか行くじゃないですか、家族で。ね、あの会社も休みだし、学校も休みだからね、8月は。私、7月中にやった方がいいですよ。うん、7月中にね。で、7月も休みなかった方は多いと思いますけども、 で私の方はですね、一応毎日のように、このノアコイン、えー、ノアコイン問題をやってますのでね、なんかわかんないことあったら、電、え、話、ー、でもいいしね、LINE 電話でもいいし、LINE でもいいし、電子メールでもいいので、お問い合わせいただければと思います。ただね、ノアコインの、あのー、ノアコインを i c o で買って、そしてノアコインのですね、サーバーから、 えー、ナオコインの i c 用サーバーからですね、まだダウンロードしてないと、エアドロップしてないっていう方につきましては、たぶんそれね、期限切れてると思ったよね。ちょっと見てみようか。もう、ノアコイン、いや、そういう質問来たんだけど、エアドロップ、期限あるでしょ。期限、 昨日で終了とか書いてあるでしょう。だから、<coughs> いやー、期限迫るって書いてあったどうなんですかね、これ。エアドロップは、えー、ちょっと待ってください。もう、塔の昔に過ぎてますよね、これ。えー、っとですね、 ノアコインのエアドロップの期限は6月30日ですね。だから2018年6月 30, 1 30日1、1年前ですね。1年前に終わってるんで、えー、ICO でイーサリアも送って、まだエアドロップしてないんだけど、間に合いますかという方につきましては、もう間に合わないです、終わりです、という回答しかできないかなと思うんですよね。ただね、 まあ大体あのノアコインの ICO の平均価格が0.8円なんですよ。ね、円でまあ10万買ったのか100万買ったのかっていうのは分かりませんが、まあ、残念だなとももらえないのかと思ってる方もいると思うんですがまあねしかもなんか単利計算とか副利計算であのノアコイン増えたのになと思う方もいらっしゃると思いますがただあの実際の価格はすごい安くなっちゃってるんだよね。 うん、だから、まあ今からね、また買ってもいいのかなと僕は思ってます。それでもやっぱりノアコインで一儲けしたいというね。0.057円なんですよ。まあ0.06円でしょ。だから、まあ10分の1以下に下がっちゃってるわけですよね。12分の1以下ぐらいだね。だから100万買っても、100万買った人も、まあ例えば8万円ぐらいで、 また同じ量をえるんでね。まあまた普通の取引所。まあ市場を見ていただいてですね。ヒッ,ヒット BTC は日本人使えないし、まあ、使えたとしてもあの手数料、取引手数料むちゃくちゃ高いん、ね、でこれやんない方がいいね。予備とは安いからやっても大丈夫。メルカトックス、メルカトックスが、本あれメルカトックス <laughs>、取引やめたのこれ。ノアコインの取引。やばいなこれ。え うん、ま。とにかく曜日と、まあ今はさ、あのここでね、BTCNEXT で、えー、イーサリアムとか、えー、送ればね、ちょっとお待ちください。はい、すいません。えー、っとね、まあということでね、<laughs> あの <laughs>、 どうなるかわかんないので早め早めにやらなくちゃいけないですね対策をねこうまさかこうなるとは思わなかったですねうーん,なんか大丈夫かなということですそれでただまあ安く12分の1ぐらい買えるんでねまあヨービットで買って送金してもいいですしまあまずねあの日本の取引所からヨービットにねビットコインとかイースリアムをくんなくちゃいけないですけど それか、まあもうこんなね、中継しているとですね、手数料2倍取られちゃうので、まあそんなことはやめてですね、<coughs> BTCNEXT を講座開設して、ここに日本の取引所からね、えー、ビットコインとかイーサリーも送って、えー、ノアコインを購入するというのでいいと思いますけどね。はい。まあ、ただ、その、ここの取引所のシステムが不安定なので、うまくいくかどうかが怖いよね。<laughs> すごく怖いよね。はい。 それで、まあ、結局、ノアコインのエアドロップは去年のね、2018年の6月30日で終わっちゃってますので、エアドロップ自体も、まあ、イーサリアムだけね、送金してお金だけ払って、ものはもらわなかったという人につきましては、もう諦めるしかないですね。また、まあ、買うしかないですね。で、まあ、たまあ10、10リ分の1ぐらいの価格で買えますからね、エア、あの、i c o 価格よりもね。 12分の 1, 1の価格で買えますから、今買,買えば、まあ、100倍、1000倍になる可能性はあるよね、これね、あの今回、出のみを行いますからね、通貨切り替えを行うので、まあ、一応ですね、あのー、金融経済、金融経済学の中では、まあ、正,正式なですね手続きを踏んだ通貨切り替ええー、と、価格上昇ですね、あとは発行枚数の削減と。 まあ、いわゆるあの株式市場におけるです、ね、株の買い取りですよね。自社が株買いをして発行枚数を下げてです、ねえー、株一株当た,、まあねね、た,たりの価格を上昇させるという金融経済学における正規な手続きを用いてノアコインの1枚当たりの価格を上昇させるという政策を取りますから、今回ね。まあそれは まあこれ通貨切り替え出のみですからまあノアコインのね1枚あたりの価格が上がるってことは当たり前の話だよねうんだからまあこういうものには参加こういうものにいちいち参加していかないとですねめんどくさいしつくてわかんないけどねわかりづらいけど参加していかないとまあ株でも為替でも大儲けはできないってことですねはいだからやるかやらないかはあなた次第ですと <laughs> いうことでございますとなのでノア そうですね、あとなんか言いたいことあったんだけども、ナコインにつきましてはですね、早め早めに対策をしていかないと、まあもう無理、ダメかなと思います。あとね、FX についてなんですけど、まあ今日の朝早く3時か、えー、アメリカのですね、政策金利発表、FOMC がありました。そして案の定ね、やっぱり、まあえー、今年7月ぐらいに下げていくよと。 いうですね、結構強いメッセージが、まあ、すぐにね、ドカンんで下げるって話じゃなかったんだけど、まあ、今年1回か2回か3回下げますよっていうですね、まあ、そういう、ね、含みを持たせた発表になってたんで、まあ、結構強いメッセージだったかなと、予想よりも下げるの急だなということでですね、すっこんどっかんって下がりましてね、すっこんどっかんって,って。で、また、 えー、朝起きたらね、こう、すっこんどっかんって探してて、バーンって上がってたんですよ。そしてね、あの、長野研究会の IFO にはかかってなくてね、ギリギリセーフで、良よかったなと思ったんですよね。そして、またねあ、10時ぐらいかなドガーンって下げ始めたんだよね。まああ、なんかあったと思いますよ、これは。あのー、えー、なんかあったと思うんですよね。えっ、ー、と、これ3時にフェアムちゃったでしょ だから、ここかな ?11 時45分とか、日銀政策金利発表があったのかな、まあ、ここら辺で下げてきたのかなと思われますが、ちょっとわかりません。で、ここでああいうふう刺さったんでね、ここでね、刺さったんですよ。で、一時、まあ、2万通貨ですからね、私たちね、一時、えー、4800円まで利益伸ばしたんだけど、まあ、結局、えー、っと、これ、結局なんだっけ トレーリングストップ、トレーニングストップが15ピプス150ポイント差してましたから、結局1800円ですね、9ピプスの利益で終わりました。で、まあ、私の方はですね、まあ、あの、いろいろ、長野研究会全体としては、今月は1回負けましたね。1回負けましたが、まあ、負けても勝つよ、負けても期待値はプラスなんでね、負けても、うん、期待値はプラスだということになってます。私の方は、 結局、石垣島に行って行った時のですね、あのスマホの MT4 での IFO IF の,の分析をしてですね、スマホだったらうまくできなかったですね。で、それで僕はあの入れなかったんでね、IFO。あの入れられないからスマホだって。入れられるんだけど、めんどくさいから入れなかったんですよね。で、僕は負けない。今月も負けてないですね。で、1万円しか入れてないんですけど、結局ね。1万円しか結局入れてないんだけど、<laughs> えっと、1万円でて2万になるでしょう ?5 万円までは倍になるからね。5万入れたら10万になるから、セ m はね。1万が2万になってえ、結局3万になりましたね。だから、こ,この1ヶ月と20日で、え1万1,080円儲けたということですね。これ、まあ、そんだけ買いと。そんだけ買いっていうかもしれないけど、<laughs> 一応ですね、まあ、あの50、50%儲かってるよね。 まあ1.5ヶ月で、えー、え、60、55%か、55%、そうだね、2万円、まあ元金から計算すると100%儲かってますけど、倍になってるけど、まあ一応クレジットボーナスと合わせると、2万円が3万1,080になってるから55、55%儲かってますね。はい、だからまだ10日、まだ今月も10日あるし、今日もですね、 フィラデルフィア連銀の首相発表があるので、これが結構悪いと、またドッと下がるって言われてますんでね、これね、9時半なんで、今日は中野研究会は9時から開始しますけれどもね、えー、ライブはね <coughs>、もう一波取れるかなと思ってます。結局、中野研究会はね、昨日のですね、えー、トランプ大統領が中国の胡錦涛 国家主席とですね、えーであのー、電話したんだよね、で、まあほら、もうトランプ大統領、世界からソースカンクらってて、まあ、イランのね、あのー、代表、イランの大統領、イランの国家主席も、えー、トランプさんと会わねえよと安倍さんに言ったでしょ。 そして、まあ北朝鮮も頭きてるしね、トランプさんについて、まあちあ。中国も頭きてるし、もちろんロシアも頭きてるしね、まあ、日本も頭きてるかもしれないけど、まあ、顔には出さないということでございまして、トランプさんとは,もうは会うのやめようという国際的な、えー、話がついてるわけじゃないですか。そんな中で、まあ、中国もほったらかしですよ、アメリカなんか、どうでもいいやと。 ファーウェイ、ファーウェイかわいそうだよね、本当にあんな、んいきなりね、ハブンちょされてね、<laughs> ファーウェイはかわいそうだと思いますよ。うん、であそれは中国政府も怒るよね。しても、完全アメリカなんか無視してたら、トランプさんの方から、中国の胡錦涛さんに電話かけたんでしょそして、首、え、脳、ー、電話かけたよと、そして G20 で会談やるよって。 それで、これ、バンバンって、これ、すっごい下がったんですよ、これ、ね、ぐーって下がっていって、えー、下がっていってですね、あじゃあ、どうだっけな、ここか。こう、下がっていってですね、わかんないようにした、どこだ下がっていって、これ、引きがあるでしょ、下がっていって、これ、中野研究会、もう少し、もうね、あと1ピプスで、えー、セールストップにかかりそうだったんだけど、爆上げしたんですよね。危なかった。 危なかった、これ本当、あのここでロスカット食らってましたけど、まあ、運が良かったですよね。うん、で、これ泡食ってる人いっぱいいると思いますよ。い,いっぱいいたと思いますよ。これ、完全にショートですから、ずっとショートポジションにしてた人いると思うんですよ。ほんで、バーンって、コツコツドカーンってやられて、まあ、ロスカット、ゼロカットされた人もいるかもしれないね、これね、どんだけ上がったんだろう。 まあ、60ピュープスぐらい一気に上ったのかそしてまあゼロカったはいないかもしれないけどねまあただうーんちょっと、まあ、損失を出した人いると思うねそしてだんだん下がってきてまあ FOMC で金利が下がると下がる話をするってことは分かってましたからずっと下がってきたよねうんそれでまあちょっと今上上がっちゃってるんでね この上がり方もすごくてですね、これ一番下から一番上までが41ピプスありますから、41ピプスのトレーリングストップってなかなかできないよね、やっぱね。まあ、50ピプスぐらい入れとかないとトレーリングストップっていうのはそれがつく、まあ、50ピプスぐらいかな。つけないってわけいかないからね、今つけないってことでもいいんだけど、トレーリングストップっていうのもですね、なかなかあの途中でね、 ポジションが解消されてしまうので、まあ、まあ、負,け負けないんだけど、勝てなかなか大きく勝てないんだよね。ただ大きく勝たなくてもいいんだけどね。うん5年に一度のペナントフラッグ。5年に一度のですね、ガチ保戦略は下,下でしょうね、これね。だからかんないんだよね。みんなが下だって思うと上行くんだよね。上行くから、まあ、 まあ、長野研究会ではね、この FX っていうのはね、あ下に行くだろう、上に行くだろうっていう予想自体がナンセンスなんですよね。うん、株も一緒なんだけど、仮想通貨も一緒ですよ。もう上だな、下だなと思った瞬間にあなたは負けてるんですよ。もう,もう負けてます。<laughs> はい、とに、現実世界の虜になってるだけですよ。はい、だから、あの、上とか下とかっていう固定概念を外,す外していかないといけない。だから、りんごは甘くて酸っぱいよっていう固定概念。 誰から植え付けられたのか知んないけどね。<laughs> 東大卒は頭がいいっていう固定概念とかね。ありますでしょ、まあ、そういうものを外していかないといけないね、一つずつね。いわゆる悟りが開かないとねここ、特に金融、金融投資では勝てないんですよね。逆に悟りさえ開ければ、何をやったって儲かっていきますからね。はい。ということで、そうだね。えー、1. 点 1>, 1ヶ月と20日間で、えー、一応、まあ、一応成績、FX の成績としては、えー、55%プラス。だから、1.55倍になったってことだね。155%ですね。だから、100万円に出れば155万円になってたし、えー、1000万にしたら1550万。元金が3000万。まあ、普通さ、200万ぐらい入れるでしょ、FX って。 200万入れるよね、大体ね。200万入れたら、かける1.55だから、310万になってて、110万儲かってるはずなんですよ。この1ヶ月と20日でね、110万儲かってるはずです。3000万とか入れる人は普通にいるでしょう。3000万の1.55倍だから、4650万になってました。だから、この1ヶ月と20日間で1650万儲かってたはずです。何せ1万しか入れてないからね。何らかの研究会はね。 でこの1ヶ月と20日で1,650万儲けてたし、まあ、例えば、5,000万入れてる人がいたらね、1.55倍ですから、7,750万ですから、2,250万もお任せしたと。いうことですので、あの、中野研究会ってあ、やっぱりなかなかねい、いいのかなと、いいのかなと思っていただいてもいいのかなと思いますよ。はい、ということで、えー、今回はね、 えー、あと、福利警察シミュレーターですね。まあ、これはね、こう、そうですね、当、ま、初、あ、式2万、1万入れてもう1万プラスで無料でつきますから、2万始めから始めて、レバレッジ平均は100倍で、1回の獲得ピプスは約30ピプスと。で計算して、5月、今年の5月1日から始めてますと。で、そうすると、5、6、7、8、9、10、10、10、1 えー、8だから、816ですよね。今年の年末は、えー、1万円が77万6千になると。まあ2万円ですけどね。まあ、1万円が77万6千になって、えー、ここから、えー、24足すと、まあ一月2回しか取んないからね。24足すと40だから来年の年末、ここですよね。来年の年末には、あれ増えてるな、これ。2億8千万ですね。100万、1 0万、100万千、2億8100万円ですね。 来年の年末で2億8100万、1万円が2億8100万になると。まあこういうプログラムを進行中でございます。みんなで一緒にね、力を合わせてやってます。どうぞどうぞ、皆様もですね、力を、あの、長野研究会に加わって、えー、楽しいですね、えー。まあお金、まあお金、お金に苦労しないのは当たり前なんだけど、お金に苦労する人生が人間の人生じゃないからね、お金なんていうのは、あの、必要な時に必要な額だけ入ってくるのが、 うん、それ人間の人生だから、なんでお金に苦労しなく、わざわざなんでお金に苦労する人生歩んでるんですかって僕は言いたいけどね。はい。だから、プラスアルファね、あの、いろんな社会活動をやりたいがためにお金が必要だっていう方が中野研究会入ってますのでね、ぜひ皆様もですね、まあ、いろいろ教え,ます教えますよね、どうやったら稼げるのかね。えー、中野研究会の入り方はここの、 YouTube、ね、の、ね、動画解説欄に書いてありますのでね、えー、ぜひお読みくださいということでございます。それでは、えーえー、今日も、ね、夜9時から、夜21時から、えー、中野研究会始めます。あと1時間ですね、始めます。そして9時半のお指標発表、9時半と11時ですね、えー、一生懸命、えー、また FX 頑張っていきます。それでは、 千葉県松戸市よりトム・クルーズがお世話いたしました。失礼いたします。